あ、どうもさん、こんにちは。あなたの心の宇都宮餃子、第一学です。はい、こちら、今日は宇都宮でございます。下の国、一宮、二荒山神社に来ております。さすがね、日曜日ということで観光とかいろいろ多いです、人が。でこちらのね、あのご写真も、あれですから、ここに出ますよ、ポンと。いや、覚えてないんかいう話ですけど、いや、何せあれですね、やっぱりお社が古くなってくると建て替えないとダメですし、そういうのもあるし、そこ今鳥居がないんですけど、鳥居ができるという予定もあるらしいです。で階段が何せ急、ここは橋があったけど階段が急やったんで、荒ぶる神様ですね。で観光客がすごく非常に多いです。あちこち行こう。今日もなんかあれです、いちごさんみたいなやつやってますし、お祈祷もちゃんとやってますんで、ぜひいらしてください。まあ、空気も都心にしてはすごくいいんじゃないですか。まあ、山の上に、ちょっと小高い山の上にあるって感じですけど、ね、すっかり天気で、明日は大荒れとか言うてますけど、まあ、さてどうなるのか。台風が今ね、17号やったっけ、まあ、来てるんで、17号来てる。九州の方とか沖縄とか大変ですわ。で昨日肌寒かったんで、ちょっと長袖着たらちょっと暑いっていうね、どういうことやっていう話で、はい、まあ、それは俺の個人の考えのミスでしょうねということで、あの晴れにとても恵まれる第一学でした。髪まくってるけど、それじゃあ行きますね。これあのなんかエビみたいなあれあるけど、これ多分抜け殻かな。実か、これなんかの実ですね。はい、全然関係ないですけど、はい、これ中の実やな。どうも画伯です。急激に寒くなってきましたね、皆様。お風邪など召さぬようにお気をつけくださいね。さてさて、日本独特の四季の観念が崩壊していくような、そんな速さ、目まぐるしくも変化する季節の中で、紅葉色づく山々を散策するのも、この神社巡りは兼ね備えておりますのよ。色とりどりの景観を見渡しながら、極彩色に囲まれた悠然たる神社をその目に焼き付けたならば、そこはすでにあなただけの聖地なのですよ。何を気取ってそんなことを言ってやがると思いの皆様方、画伯もね、もう高齢者に片足親指を突っ込んでおりますのよ。そう、生きてきた証であるこの番組を今後ともぜひともよろしくお願いしますね。さあ、そんなことはさておき、本日も元気よく精一杯にこの二荒山神社についての言われを画伯流に、画伯の言葉で解釈してまいりましょう。二荒山神社の創建は崇神天皇の御代とされていて、何度も火災にあって記録はほとんど焼けてしまっている。現在残っている記録によると、仁徳天皇の御代に付けの国が上下の国に分けられ、豊木入彦の御事の四世孫奈良分けの王が下付けの国の国の宮津子に任命され、荒尾崎に豊木入彦の御事を祀ったのが始まりとされて、その後正治5年838年、
に現在の地に遷座されたとされる。栃木県には一宮として日光二荒山神社とこの宇都宮二荒山神社があるが、延喜式神明町には明神大社として下野の国河内郡二荒山神社と記載されていて、どちらかわからない。当然ここで起きる必然的な出来事は一宮論争構想なんですよ。人間の差がなんでしょうか。二荒の読みが日光と呼ぶとあって、二荒山を関連がある日光がそうであるといい、片やその二荒山と関係のない宇都宮は一宮という読みがなまって宇都宮となったといい、明治に入ってもこの論争に歯止めがつかなかった。いろいろあったなあ、いろいろさ。ということで現在は一宮が2社あるという状況になっている。下野の国の読み方を間違っておる画伯は間違っていることにすら気がついていないのですよ。争っていた地元民たちも争う理由が何なのかすら分かっていなかったのかもしれません。さて今回はこの宇都宮二荒山神社ですが、御祭神は日光二荒山神社とは全く違っていて、主祭神は豊木入彦の御事でありますね。総殿に大物主の御事と琴城主の御事、この三中の関連性は見つけづらいものですが、豊木入彦の御事について触れてまいりますね。崇神天皇の御事とされて弟の生目の御事と皇位継承をそれぞれの見る夢で判断され、豊木入彦の御事は三輪山に登り東に向かって刀を振り回す夢、生目の御事は三輪山に登り四方に縄を張ってスズメを追い払う夢、それを聞いて皇位継承は弟である生目の御事にして、豊木入彦の御事は東に統治派遣されたという、めちゃくちゃやんな。スズメを追い払っているという動作から畑を守る民を守るということにつながったということだけども、刀を振り回すからといって征伐に行くとは限らんでしょうに。生目の御事は水仁天皇ですよ。次に大和尊の父の慶光天皇、次に聖武天皇、中愛天皇、応神天皇となります。そして史実では豊木入彦の御事は東に出向いてないらしく、三世孫の三室和家の王が最初に東に行ったとされている。それ以前に豊木入彦の御事は存在さえ疑問視されている、とってもかわいそうな感じな人なのです。まあ系譜自体が真実であるかは確証を得ないので、その疑問さえも疑問であってよくわからないのですよ。こういうふうに社殿に書いてあるよとか風土記に書いてあるよとかありますが、果たしてそれが真実なのか偽りなのかは誰にもわからんことなんですよね。送電の神については三輪氏に関係性が深く、流れを組むものとしては合点がいくものです。むしろこの崇神天皇10年やその後には指導将軍や大和尊の派遣があるわけです。じゃあこの豊木入彦の御事は何者なんだということです。いろいろ調べたのですが論がまとまらず発表を見送りました。皆様方の見解をお伺いできればありがたいです。というか本当に存在してたのかと疑ったりしますよね。ですが実在するか実在しないかはそんなに重視することのないことで、むしろ存在するものを感じて考えることが大切なのですよ。さらに祀られているお社があるということは何か理由があって祀られているはずであって、度重なる焼失で焼けてしまった文献にはその確証たるものがあったのやもしれません。そんなことで言われはこの辺で終わりにしましょう。
二荒山神社へのアクセスは車なら東北自動車道鹿沼インターチェンジからなら約20分、電車なら JR 東日本東北本線宇都宮駅より徒歩17分、荒ぶる神霊の静まる山である二荒山、その名前を持つ神社である宇都宮二荒山神社は豊木入彦の御事を崇敬する神社、その謎に迫りたくば宇都宮へ来い、そんな二荒山神社に皆様ぜひ一度お参りください。というわけで二荒山神社に行ってまいりました。宇都宮餃子ということで、二荒山神社なんですけども、豊木入彦の御事ということで、東北の方では結構ね、この地域ですかの方にはたくさんその祀られている神社がたくさんありましてですね、戦わずに統治していった人っていうのがおりまして、その人ではないかっていう説もあったり、またはたまたその崇神天皇っていうのもまあ謎の天皇でありまして、いろいろと説もありますけども、豊木入彦の御事の子供のこう代をたどっていったらですね、7代ぐらいの後になると応神天皇に絡んでくるんですよね。で、応神天皇までっていうのは4代しかないわけですよ。この差が空いてるのは何なんだっていうこととかね、たくさん謎があって、まあ、大国主とかもそうですけどね、まあ役職名なのかもしれません、ひょっとすると。だから誰がその時になっていたのかっていうのはちょっとわからない感じですね。で、まあ何回も焼け落ちてるんで文献が残ってないということで、やっぱり確証には至らないっていうことになりました。申し訳ございません。何かこの辺で、知ってるよなんて方がいたらコメントなんとかいただけるとすごくありがたいです。ということで、二荒山神社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様、次回のうち旅でお会いしましょう。アディオスアミゴー。すべてに意味があるはずさ。素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても、僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。